今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様今週もお元気でしょうか。我は元気です。ミシェルさん、はい、お伺いしたいことがあるんですけど、自分の経験が生きて人の役に立ったよっていう素晴らしい経験はありますか。まあ逆の経験もいっぱいあるんですけども、ただあの子供たちをね、何か例えばサッカーで教えてあげるとき、何かを伝えるときっていうのは、やっぱり自分でプレーしてたから分かることって、今ここで悩んでんだなとか、そういったことは多少生きてるかなっていう感じがしますけども。なるほど。なんかあるでしょう。いやー、なんかちょっと考え、教えたこととか、そう今ちょっと聞いて考えたのは、私方言指導をしたことがあるので、方言ちょっと仙台の可愛い方言を皆様にお届けできたかな。あー、なるほどね。遠慮がちりですけど。あ、それは聞きたいね。本当だっちゃとか言うんですよ。本当だだっちゃ、だっちゃとか言うんですよ。本当にってこと、だっちゃとか。あ、これからそれでお願いします。すごく可愛いと思います。今まで見たことない表情がある。ということで、今回ご紹介する企業様なんですが、31年培った家づくりのノウハウでお客様へのサービスを提供しています、こちらの企業様です。あら、マイホーム、それは多くの人にとって一生に一度の大きな買い物。しかしそこには土地探しから始まり、建築会社選び、住宅ローンなどなど、やらなければいけないことが山積み。情報はあふれているけれど、どこで何から手をつけていいのかわからない。そんなお悩みが多い家づくりに関して、ワンストップでサポートする企業がここにある。株式会社ユニティ。建築設計事務所ユニティでは、一級建築士、行政書士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家が、家づくりに関する相談に無料で応じる住まいの相談窓口を開設。家族構成、予算、ライフスタイルなどから、その方に合った家づくりをトータルサポートしている。今回ゼネラルマネージャーの本田和文に、家づくりで押さえておきたいポイントやトラブル事例などの話を聞いた。今家を買おうと思っても、はい、それこそネットだったり、うん、雑誌だったり、いろんな情報があるので、はい、どうやって選んだらいいか、また自分が本当に欲しい家ってどんなものなんだろうって、うん、見つけるのすごい大変ですよね。そうですね。やっぱりどれもこう、まあ、ちょっとニュアンスが違うことが書いてあったり、はい、まあ、いいことが書いてあったりと、うん、それぞれにこう特色がある、まあ、あの情報がすごく多いんですよ。飽食、偏ってるので、まあ、それを一個一個整理してあげて、でも本当はこれはお客さんには実は合ってないんですよとか、そういう、ね、アドバイスもすることによって、お客さんに合った情報かどうかっていうのは見極めることはできます、はい、そういう意味では。そういうのアドバイスが大きいよね。私はまだ家を建てたことがないので、はい、僕もなんですよ。家を建てるって言った時に、はい、どんなことしなきゃいけないんですか。いくつありますか。あの、人によって違うんですけども、はい、一応私たちは10個のメニューをご用意しておりまして、で、まあ、あの土地探しであったり、うん、まあ、資金調達、その資金をどう集めるかとか、うん、そのアドバイスもいただける。はい、そうです。で、あとは建物がもしすでに建ってるお土地であれば、うん、建物を解体したりとかっていう費用も、うん、その家を建てる以外の費用ですね。なるほど。はい、そういうのもかかってくるんですよ。 はい、そこがやっぱり見逃しがちなんです。買いたいね。で、さらに私たちだけではなくて、その先ほど言ったように、まあ、多岐にわたるんですね、その家を買うっていうこと自体が、なのでそれぞれのスペシャリストを私たちの目線で、あ、この方は信頼できるなっていう、はい、スペシャリストをそれぞれ抱えてるんですね。参加していただいてまして、いろんな分野から、あの、まあ、専門家の目もあり、客観的な目もありっていう形で、あのサービスを提供は可能かと。要はコンサルトっていうような感じですよね。そうです。はい、そうなんです。相談してね、はい、そういうのは相談料でいいんですか。弁護士さんでも何でもそうだけど、相談料みたいなのはあるんですよね。あ、お客様にはですね、一切お金はいただかないんですよ。それは、あ、そう。はい、そうなんです。あ、そうですか。はい、その参加してくださってる方が、まあ、当然そこではお仕事が発生するわけですから、そこで、まあ、私たちの、まあ、運営費っていう形で、はい、まあ、
営業の窓口っていう先頭に立ってるっていうところでの運営費っていう形でいただくっていう、はい、そういう流れなので、お客様が直接いただくってことはないんですよ。なるほど。なので気軽に来やすい環境を作ろうというところで、ね、そういうことにしております、はい、なるほど、それはいいね、いいです ね、うん、日本の場合は特に僕なんか思うんですけども、はい、住宅ってあの将来のローンまで含めて、はい、一生のものの買い物ですもんね、はい、一生に買うのね、はい、でも途中でこれを変えてくれだとか、そうなんです、あのこういう感じにしたいんだってまだ結構ありますよね。そうなんです、はい、こういうのはどうするんですか。極力そこがないようにっていうところで私たちのが、はい、まあ、ある、はい、存在意義があると思ってるんですけども、はい、まあ、毎日っていうか、まあ、それは事前には見つける努力はするんですが、うん、まあ、そこで例えば言いづらい、その例えばビルダーさんに言いづらいことがやっぱりあるってなった場合も、うん、私たちがまあ入ることによってちょっとまあその仲を取り持つというか、そういったことをもちろんやってるので、はい、そこに漏らしてくれていいわけですね、こちらに。あ、もちろんです。そうなんだけど、はい、これどうにかなんないみたいな。そうです、そうです。で、それだとやっぱ当たり前に言うと追加費用請求されたりっていうことがあるので、そういったことはまあないようにというか、まあ穏便に業者が納得するような形で私たちが間に入ってっていうことですね。こうユニティさんでご相談するとこういうところがいいですよっていう一番のメリットは何ですか。まず何て言うんですかね、無料であるっていうのと、うん、無料、うん、ここに例えば、家を建てたいハウスメーカーさんの、はい、まあ、展示場に行くってなって、うん、その直接伺ってしまうと、はい、その何て言うんですかね、ここで買わなきゃいけないんじゃないかみたいな、あ、気にされる、気にされるながら家作りを進めていくっていうのはあると思うんですよ。そういう部分で言うと、まあ、割と気軽にスタートが、うん、第一歩が踏めるっていうところはあると思うんですね、うん、で徐々にこう知識を吸収していきながら家づくりを進めていくっていう意味で、まあ、満足感は第一に違うと思いますし、で当然私たちが入る以上その余計な資金、お金はかからないような形で業者さんを担うことができるので、見ることが、厳しい目でね、厳しい目で見ることができるので、もう専門家がそこに間に入ってるっていうことを、はい、はやっぱり業者さんは一目置きますよね、はい、そうですね、それで一目はそうですね、適当なことはできないよね、そうですね、そうですね、あ、そうか、そういう目になるか、そうですね、なりますね、お願いした場合にね、はい、あ、だから確かなものが、はい、できやすいっていうね、そうですね、できるという、はいはい、あ、なるほどなるほど、うん、お客さん側もなんか最初それこそふわっとした家を建てたいなってやんわりとした希望がお伺いして話をしていくと、だんだんなんていうんですか、具体的な、そうですね、提案をしてくださると、そうですね、整理されてきて、はいはい、現実的になっていくっていうことです。具体的にこうお家を建てるまでに大切なポイントというか3つあるとお伺いしたので、1個ずつ順番にお伺いしたいんですが、まず土地探し、はい、以前いらっしゃったお客様で、はい、まあ、土地をお探しになられて、うん、まあ、その探しられてからうちにいらっしゃったんですけども、うん、その際にまあ土地を買われて、で通常の相場よりもお安かったんですね、うん、金額的には、はあ、いいことですね、はい、いいことなんです、うん、でそれからまあ実際に工事入っていきますって言って、うん、家を建てる前に地盤調査を行うんですけれども、はい、そこで想定していたよりもすごく弱い地盤が出てきてしまった。なるほどね、それで追加工事として地盤補強200万円というかかったと、その分が上乗せされると。だからそういうのを売る方とすればもう分かってるんですよね、はい、最初に不動産の方とすれば当たりはついてる可能性はありますけど、はいはい、実際にじゃあ不動産も知らない時もある、知らない時もあると思いますね。あ、なるほど、ね、調査はやっぱり調査してからじゃないと、あ、そういうのあるんだ、うん、それが土地、はいはい、そしてもう一個が見積もり、うん、それは見積もりをもらってその見積もりを見てくれないかっていうお客様だったんですけれども、はいはいはい、その見積もり、まあ、お客様が希望されている私たち今まで聞いてきたことと、うん、持ってきた見積もりではやっぱりそう開きがあったり、はい、あと、まあ、これってお客様が希望されているよりもちょっと、まあ、多めに、うん、厚く設定されているねとか、あ、はい、そういったのも正直ありましたね。だから希望されてないこととは言わないんですけども、うん、ちょっと高めの設定の見積もりをいただかれてたという事例はありましたね。実際削れますという形ですよね。それはもう分からない、もう専門家に見せるしかないよね、うん、そこに専門家がいてくれたらさっきじゃないけど、
うかつにそういう見積もり出せないね、うん、間に入ってくれるし、おいそうですよね、いるぞっつって、うん、そうですね。で例えばそれは、まあ、やりたい工事だったとしても、うん、こういった工事に変えるとお安くなりますよとか、うん、そういう、うん、逆にアドバイスもできるので、はい、そして最後もう一つが、うん、資金計画、はいはい、家づくり、はい、まあ、家を建てるまでが、まあ、建てたら終わりっていうことではなくて、うん、それからお客様にそこで人生を謳歌していただくことになるんですけども、うん、まあ、その家を建てた時点からもそのような資金計画ですね、そこをやっぱり、うん、考えてらっしゃらない方も多いので、うん、そういうことも、まあ、これから先こういうこともかかりますよとか、そういうアドバイスも立った後のアドバイスですねもできますというところですかね、必要ですという、それ一番大変ですもんね、はい、そうなんです。ここでユニティさんの今後の目標を教えていただけますか、うん、はい、私たち、まだ浸透していない部分がありますので、うん、私たちのやってることをですね、うん、まあ、一番はやっぱりどんどん広げていきたいと、うん、で私たちがやってることが浸透すれば皆さんが満足するご自宅を持てると思ってやってますので、はいはいはい、うん、そういう意味ではもうどんどん日々仕事に精進をして、うん、どんどん広めていってもらうようにいい仕事をしなきゃというところでございますかね、はい、うん、はい、では最後に格言をお願いします、うん、市政天に通ずという言葉を格言としています。はい、どういう言葉でしたっけ、市政天に通ず、真心を持って、うん、思いを天に通すような気持ちで日々仕事を行うという、はい、お客様の気持ちになってっていうところですか、はい、お客様の気持ちになって言葉は悪いですけれども、うん、騙そうと思えば騙せるって言ったら変ですけれども、いるからね、そういうね、できることになるので、はい、まあ、それを、まあ、当然行わないで、うん、もうお客様の一番に考えて、はい、最後までお付き合いをするというところが大事かと思っております。本当にね、我々の良き本当にサポーターでいつまで見てくださいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、うん、私運動をきちんとするぞって今年の頭に決めたんですけど、うん、あ、毎日自分の毎日とまで言わなくても、そうですね、週に 2,3 回って決めて、はい、最近ウォーキングをですね、うん、ずっと続けてて、携帯電話に万歩計ついてたんで見てみたんですよ、私きちんとできてるかなと、はい、したら平均で1万歩歩いてたんですよ、私毎日。すごいね。そう、ちょっとね、有言実行できてるかななんて思ったんですけど、ね、ちょっと自慢みたいになっちゃいましたが、お二人は有言実行できてることしたいなって思ってるけどまだできてないこととか、いや、あえて自分にこう言って言い聞かせて頑張るっていうのは、うんうん、あるよね。大事ですよね。昔ラモスっていう、俺は絶対優勝するぞっていう、はい、あーってとにかく言って戦って日本をワールドカップ連れていくとかね、はい、まあ、そういうことは我々も便乗して乗ってましたけどね、うん、ワールドカップ目指してやるんだって、ミシェルさんも言ってたって。あ、言ってましたね。あーっつって、そしたら代表に選ばれもしなかったっていう。有言実行ありますか。あ、私ですか。私ちょっとスケールが、ね、大きいお話の後で申し訳ないんですけど、はい、いやいや、僕はできなかった話。いやいやいや、なんかお茶碗をちゃんと洗うっていう。あ、大事だな。そういうのキッチンをきれいに保つっていうのを決めたんです。そしたらでも本当にちゃんと保ててます。本当です。あ、やっぱり できてるからね。それで用意してね。いやいや、僕はもう、はい、そういうの洗う方が得意ですからね。気になりませんからね。何の話でしょうかね。でもできてるんですね。はい、できてます。ということで続いてご紹介する企業様なんですけども、太陽光発電事業で自ら行動し若手社員中心に成長し続けているこちらの企業様です。降り注ぐ太陽光を価値ある資産に、その実現を進めている企業がここにある。フレッシュアップ株式会社。
投資のための太陽光発電を扱うフレッシュアップ株式会社。システム導入のコンサルティングから設計、施工、メンテナンスまでを一貫して手掛ける産業用太陽光発電のエキスパート。さまざまな制度に関するアドバイスから周辺機器を含む総合的なノウハウまで、お客様に最大限の利益をもたらすシステムを提案している。今回自身でも太陽光発電を行っているという代表取締役社長の大松慎太郎と、甲府支店総括小川三四郎、鹿児島出張所課長森角則に投資対象としての太陽光発電について話を聞いた。やっぱりどうですか、実際その太陽光事業のお仕事されてみて、お客様の反応ですとか。はい、はい、まあ、太陽光事業といいますと、まあ、最近はだいぶ皆様にも、はい、理解していただけているようになってきました。浸透してきましたよね。そうですね、以前はまだ太陽光というと、本当に発電するのかとか、まあ、全く理解いただけないことが多かった。試しでやってるみたいなところあったよね。そうですね、自宅のなんか何やってるんだこれかみたいな。そうですね、そんな感じでしたよね。はい、で現在私の方で、まあ、そういった太陽光の投資ですね、まあ、こういったものを、私自身で、土地を購入して、設置をさせていただいていると。で、まあ、私が、まあ、現場に出てですね、お客様にご提案しているときに、まあ、私自身がしていないものを、まあ、本当にいいのかという、まあ、本当に私がして、はい、いいものをお客様にご提案すると、うん、まあ、そういうスタンスを、まあ、社内にも広げていきまして、うん、で元々住宅用という中で、住宅用の太陽光というものを販売していたんですが、うん、そこから産業用、うん、まあ、本当に投資として、はい、地面に太陽光をたくさんつけてですね、うん、で大きいあれですよね、はいはい、まあ、そういった事業転換に、まあ、切り替わってきております。ぐんぐん営業成績もあって、はい、そうですね、はい、まあ、こう、まあ、太陽光発電といいますと、はい、売電価格というものがございます、うん、で平成19年に住宅用の買取価格が48円になりまして、はい、で、またフィットというその全量買取、今までは余った電気が売れますよという制度だったんですが、はい、自宅なんかでは使った後にっていう、はい、そうですね、はい、使って余った分が売れますよという制度だったんですが、はい、まあ、これがあの発電した全てを20年間の固定で買い取りますよという制度に切り替わりまして、はい、そこをめどに産業用、うん、まあ、投資としての大型事業を手掛けています、うん、で、まあ、そこでですね、まあ、42円からスタートしまして、うん、36円、うん、32円で29円と毎年単価が下がっていってます、うん、はい、で今世間の投資家様の中でもうこれ以上ですね、うん、設備の単価を下げて利回りが合う形が、まあ、前よりも落ちてきているんではないかと、はい、まあ、そういったお声をたくさんいただくんですが、うん、まあ、弊社は、まずメンテナンス、うん、それと施工、そして、まあ、販売、それと不動産、まあ、これらをですね、各子会社で分社化して、専門性を持たせてですね、とにかくそれぞれの部署で、会社で、コストを下げると、まあ、これに注力してきておりますので、あ、まあ、現在の27円でも32円の時の単価と同じ投資利回りで、ご提案ができると、もうそういった体制がすでに整っておりますので、それは素晴らしいですね、はい、まあ、27円になっても、まあ、この先もし24円になっても、まあ、今まで以上のご提案ができるのかなというふうに考えております。今度は小川さんにもお話をお伺いしたいんですが、はい、小川さんご自身も太陽光発電導入されてらっしゃるってことなんですね。そうですね、僕の方も去年、はい、太陽光発電の方、はい、自分でもやろうかなと思いまして、はい、やり始めたところですね、はい、屋根の上に乗せてるとかそういうことではなくて、ではなくて、まあ、土地の方に、土地の方で、はい、やらせていただいて、はい、というのもやはり、まあ、お客様に、まあ、商品の方をいろいろご提案をしていく中で、やはり、まあ、自分の中でもやっぱ皆さんがやられるんだ。そうですね、皆さんかなりやってる方が、はあ、やっぱり結果が出てますか。そうですね、かなり発電をしているので、はあ、じゃあお客さんを実際に連れて
来られて、これ実際に私がやってるもんですけどっていう、そういう見せ方もあるんですか？そうですね、やはり見てみたいと、やる前に一度見てみたいと言われる方が非常に多いので、はい、そういった時はご案内をしたりだとか、あ、仕事に生きて生かせるのね。なるほどね、説得力もありますよ ね、 あるね、うん、皆さんがそうやって自分でやられてるっていうのはなんかこう頼みやすいね、うん、そうですね、同じようにやってくれっていうふうに言えるもんね、うんうん、今度続いて森課長にもお伺いしたいんですけれども、親子で太陽光導入、親子でってどういうことでしょうか？はい、実際自分の自宅の屋根に太陽光つけて、はい、でさらに土地から購入して、はい、太陽光も設置もして、で自分の父親が兼業農家を、まあ、みかんをしてるんですけど、はいはい、でそのみかん畑の一部を大規模に太陽光の発電所にしてみました。はい、してですね、今、まあ、自分の父親ももう年金生活は近いもんですから、はいはい、まあ、やっぱり別収入があるとですね、いや今もうすごい喜んでますね。すごいな、そういう太陽光ファミリーだね。まあこの、まあ、経験がですね、はい、お客様からの信頼を得てるかなという感じですかね。お人柄がすごく伝わるお話で。みかん畑ですから、やっぱ日の当たりもいいですし、いい場所だったんですかね。はい、もうすごく広大な土地があったんでですね、うん、その一箇所をもう発電所にしてですね、はい、鹿児島の方ではどうですか、やっぱり多くやられる方増えてるんですか？もうすごく多いですね、他県からのお客様もやっぱりいらっしゃいますんで。そんなにおられるんですね、今ね。まだまだ伸びていく業界なんですね。やはりまだまだやりたいっていうところで、まあ、土地がないという方がやっぱり圧倒的に多いですし、あとは、まあ、年配になられた、農家さんとか、まあ、そういったところが、まあ、例えば草がもうボーボーになってですね、そこのメンテナンスだけでももう大変だよと、まあ、そういったお困りの方が、土地を貸して貸したり売ったりしてですね、別の投資家さんがそこに太陽光をつけると、うん、そうすると当然除草等の手入れもいたしますので、うん、まあ、近隣の方にもご迷惑がかからず、うん、まあ、土地の管理もできるというところですね。なので今、私どものお客様の8割以上が、リピートといいますか、追加紹介という形で今事業をさせていただいておりますので、ただ紹介、まあ、追加に関しましても土地を持たれていらっしゃる方はですね、はい、まあ、持っている限り設置を広げていけるんですが、はい、土地をもうこれ以上持っていらっしゃらない方、はい、まあ、そういった方も全国に、たくさんいますよね。いらっしゃいますよね、はい、ほとんどが土地持ってないね、我々がなんかやるときにはみたいな感じすると、はい、ここの土地は1軒分あってももうそれで終わりって、他にはないからどうしようもないですもんね。そうですね、はい、で弊社で東京スマートハウジングという不動産会社が、グループ会社の中にございますので、うん、まあ、そちらで、今用地、をと太陽光の、まあ、設備認定という申請を挙げて、まあ、売電の単価を確保した土地ですね、うん、まあ、こちらの方をたくさん今、集約してますので、土地を持っていないお客様にも土地と込みでですね、ご提案ができるような形を作っています。いろんなね、やっぱりね、はい、なるほどなるほど、いろんなことがあるんだな。始める前ってでもいろんなリサーチするわけでしょ、このそれこそ角度だとか、はい、これで本当に大丈夫か、春夏秋冬とか、うんうん、意外とだってクレームもありますよね、逆に失敗したらみたいな。 もちろんそうです ね、それを受け止めて、はい、違うものに変えていったりするっていうこともやっぱあるんですか？まずはその土地で、例えば農地であれば農地転用するだとか、うん、はい、まあ、各条例等をそれぞれございますので、まずその土地で、太陽光を設置できるのかどうか、まず各省庁で確認をして、なるほど、で、東電の引き込みをするための電柱位置、うん、まあ、こういったところが近くにあるのか、それと日当たりですね、ですね、まあ、これが一番重要になりますので、はい、まあ、日を遮るリスクが将来にわたってないのかどうか、うん、まあ、そういったところを調査して、全くわからない方にもですね、しっかり安心して、ご提案ができるように、現場調査というものをしっかり行って、それ、まあ、現場調査を終えて設置に関しましては、まあ、課題
パネル、まあ、こういったものをしっかり台風等があってもですね、壊れない設計をしっかり作っておりますので、ただ万が一ということも当然ございますので、まあ弊社で保険のご提案というのも合わせてさせていただいておりますので、まああのまあ保険としっかりした設計をすればですね、皆様安心して、していただけてるかなと。なんか力を感じるからね、その発言にね、うん、はい、もう自分たちがやってるっていうことが何よりもやっぱり強いっすよね。 そ, よ、うん、それいいとこ気がつきましたね。そうですね、それいいでしょ、それ絶対 ね、うんうん、ねサッカーのこといくら語ってたってお前やってねえし知らねえだろって言われたしね、うん、そうかそうかそうか。今後の太陽光発電事業についてはどのようにお考えですか？はい、まあ、太陽光発電事業に関しましては、まず弊社の自社発電、まあ、私ども各営業もそうですが個人的に、うん、太陽光の発電所を建設しておりますが、うん、弊社自身でもですね大型の今太陽光発電を今計画を進めております。大型の、大型のですね、はい、まあ、こういった発電事業をしっかり作るということと、うん、まあ、価格が下がっていっても、はい、やはり投資利回りが変わらないご提案ができるようにですね、日々努力をしております。はい、うん、いやいやこのジャンルを支えていく方々なんだなっていう感じがしますね、うん、この業界をね、うん、はい、最後になりますが、はい、これからの目標を教えてください。そうですね、これからの目標としましては、やはり今すでに設置していただいている方、まあ、これにこういう方が何かあった時に迅速に対応してですね、安心して、この先、まあ、不安がないなく、発電事業が続けられるように、まあ、しっかりさせていただくと、まあ、そういったことをしっかりさせていただければですね、またそこからのご紹介だとか広がっていくのかなと思っておりますので、まあ、まずは、今まで弊社にお声をかけていただいた方にしっかり、対応させていただくということですね。はい、本当にいつまでもお客様のパートナーでね、そうですね、いてほしいと思いますのでね、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。肌荒れにならない美肌になる、その答えは簡単で素肌力を生かすことでした。人の肌には美しくなる力がもともと備わっています。多くの人が知らないうちにその力を弱めてしまっています。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、肌の綺麗な人がやっていること、いないこと。この本を書いたのは菅原皮膚科クリニック医師の菅原由香子さん。菅原さんも20年以上肌荒れに悩み続け、化粧品を塗っては反応を見るの繰り返しだったそうです。そんな菅原さんが書いたこの本はお肌のトラブルにお困りなあなたに必見の一冊ですよ。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。